ラ・ズイ教は、中華人民共和国の軍人、政治家。元の名はその栄へ。大将。毛沢東の忠実な取り巻きであったが、1966年、文化大革命で失脚した。文化大革命終了後に名誉回復するが、直後の1978年に死去。1924年、南三鶴中学に入学。1926年6月。 生徒実業戦をサム学校に入学。1926年10月重慶に赴き、同年中国共産主義青年団に入り、同時に中央軍事政治学校に学んだ。1928年10月、五玉賞の紹介で中国共産党に入党。1929年、中国高能工軍に参加。以後、貧彩遊撃大隊大隊長。 クレナイ四軍参謀長、重隊政治委員、芝政治委員、軍政治委員、クレナイ一軍団保健衛生局局長、中央航軍専権隊参謀長、戦艦主体第三渋隊政治部主任、クレナイ一方面軍保衛局局長、中央ソビエト航軍大学教育長、副校長を歴任する。1933年、二党赤星進む賞を受賞。 1934年秋、調整に参加する。日中戦争の時期、中国人民抗日軍政大学教育長、副校長、八祖寺軍や先制事部主任を務める。対日戦勝後、北平軍事長ところ執行部中京代表団、参謀長となり、要件への国民党及びアメリカ代表との交渉を助力した。国境内戦中。 中京進札機中央局副書記、進札機軍区副政治委員兼政治部主任、進札機野戦軍政治委員、河北軍区政治部副主任兼、第二兵団政治委員を歴任し、翔太、石化総戦役を指揮した。大辣戦役中、洋徳首党が率いる部隊と共に、新保安の国民党、第三十五軍を包囲し、北平を平和的に解放するのに、 重要な役割を果たした。1949年春、大元戦役に参加。中華人民共和国成立以後、中共中央政法委員会副主任、国務院政法弁公室主任、公安部部長、政治法律委員会副主任、公安軍司令員兼政治委員北京市公安局長。1955年、大将の階級を授与される。 1959年4月28日、国務院副総理兼公安部長、国防委員会委員に任命。国防部副部長、中央国秘書長。1959年9月17日、公安部部長の兼任を解かれ、中国人民解放軍総参謀長を兼任。国防工業弁公室主任、中央国上位を兼任する。事実務としては、 毛沢東の副審として、警備責任者を務めていた。毛沢東から、羅朝子との相性で呼ばれており、1965年までは、常に毛沢東の忠実な部下として、任を果たし、毛沢東にとっても最も信頼する部下の一人だった。1955年の、反革命粛清運動の際には、作家古風を逮捕し、政治監獄に投獄している。 人民解放軍総参謀長時代には、毛沢東の伝令役として、時には国防部長の林氷を飛び越して、人民解放軍に指示を出すこともあった。林氷が病気がちで常に指揮を取れなかったという事情もあった。その国防部副部長となり、1961年11月、国防工業弁公室主任を兼任した。1964年、 ガリュー等の軍交官と共に、全軍の連兵と協議会を指導し、大きな成果を収めた。また、軍政一致を堅持し、マルクスレーニン主義の学習を提唱し、毛沢東思想の低俗化に反対した。国防部長となった林表は、この時期、毛沢東の著作や指示が、軍の指針であるという方針を浸透させていった。1965年、毛沢東は、 国家主席、劉少奇に実権を奪われつつあった。劉少奇は、ガリウやラズイ教を抱き込んで軍をも掌握しようとしたとも言われている。そのため、毛沢東は、林平と協力し、文化大革命を起こして、権力の掌握を図ろうとした。林平は協力の代償として、軍の実力者として目障りだった、ラズイ教の悲鳴を、毛沢東に要求した。 ラ・ズイ教は、法徳会失脚後も、軍近代化の必要性を主張しており、保守派のリンピオーと対立していたということもあった。この前年、ベトナム戦争に、アメリカ合衆国が、本格的に介入して、アメリカと中国の緊張が高まっていた。ラ・ズイ教は1965年5月に、アメリカとの戦争に勝つには、最新武器を装備して、防空を中心とした、 陸海空で迎撃すべきと主張し、その前提として、ソビエト連邦との関係改善の必要を唱えた。これに対して林漁は、徹底的な、人民戦争による、持久戦こそ取るべき戦略であると批判し、裏切り者であるソ連とはより対決すべきと主張した。林漁、ラ・随教論争と呼ばれたこのやりとりは、林漁の勝利に終わる。 1965年12月8日、林平の妻用軍は、ラズイ教を告発し、それが認められて、ラズイ教は、自宅軟禁された。12月8日から15日まで上海で開催された、政治局常務委員会拡大会議で、ラズイ教は、政治突出に反対し、軍を乗っ取り等に反対したと認定される。1966年3月18日、 ラ・ズイキョウは、自宅で飛び降り自殺を試みるが失敗し、それを党に対する裏切りとされて告発された。5月の政治局常務委員会拡大会議で、方針、陸天一、洋商魂と共に、半島集団とされ、新城監獄に投獄された。この4人は、本来別個の問題で、処分の対象となっていたが、林平はこれを決託した、半島集団であると決めつけた。 5月23日の会議で、中央初期どころ初期の職務停止が決定した。この政治局常務委員会拡大会議では初めて、プロレタリア文化大革命という用語が用いられ、ラ・ズイ教ら4人は、東中央から文革で、初めて失脚した人物となった。毛沢東の警備責任者としての公認は、大党公になった。超春教は1967年、 ラズイ教を批判し、1955年の反革命粛清運動で大きな成果が得られなかったのは、ラズイ教らが運動の指揮をとっていたからだ、と批判している。1976年に、毛沢東が死去し、文化大革命が事実上終結すると、名誉回復され、1977年の中京第11、届中央委員、中央国秘書長に選出された。 1978年7月には治療のために、ドイツに行き、1978年8月3日死去。リアキラした P13 中人民、共和国主席令中人民共和国主席令第2、届全国人民代表大会常以会第9次、会協発と ABC 運治安した P299ABC 公文献上、P130、安藤、大田、辻。 1988年、ピアニッシモピアニッシモ14。15アマコピー68、安藤、太田、辻。1988年、ピアニッシモ24から25ハット ABC 安藤、太田、辻。1988年、ピアニッシモ31から33。ABC 安藤、太田、辻。1988年。 ピアニッシモ、42から43ユンチアンした P299 から311。378、安藤、大田、辻。1988年、P41 ユンチアンした P378、リアキラした P166。ありがとうございます。